間すまねえ。本当にごめん。あのさ、ドッカン覚醒はさ、全部ブロリーゲットできてからやるって言ってたんだけど、どうしてもね、いやーやりたい、これ今すぐやりたい。3のベジータ見て、だってほら、おお、めっちゃかっけ。もうフォルム見たいんだよね。どんな感じ、もうどんなデザインになるのかっつうのがすげえ見たくて。で、他のさ、このベジータとか我慢するから、このマシンベジータとかさ我慢。あー、でもやりてえな、これもやりたいけど、まあブロリー車で、あ、もういや、どうしよう、やろっかな。もうベジータだけ全部やりたいっていう気持ちがすげえ。おお、ベジータ当たりだー。ベジータ、やっぱベジータだよね、かっちょいい。他のさ全部我慢するからさ、ちょっとベジータだけやっていい。3のベジータだけさ。ボージャックも本当はね、いやー、ボージャック楽しみすぎる。いやでもね、これはブロリーゲットしてからやる。で、この3のだけ、ごめんね、みんな、どっか学生、うわー楽しみだ、やべえ、心臓が、行くぞみんな、行くぞ、カカロット、カカロット、俺はさらなる高みへ行きます。ポチリス、ほーん、ドッカン覚醒を行いますか。もちろんポチリス。いやみんなごめんね、本当に。3の、うわー嬉しい、3のベジータが、待って、なにこの、ほー、ほー、顔見えねえイケメンの顔が見えねえじゃねえか、マジで顔見えないけど、ポチリス。待って、どこ、いた、ちょっと待って、マジ泣きそう、おー、かっこいいあー、みんなソーリー、むせた、かっこすぎて、ベジータ、イケメン、めっちゃかっけ。ちょっと待って、なにこれ、全属性の記録プラス3で、うわ、苦しい、うん、あー、マジすまねえ。みんなソーリー。ファイナルフラッシュ。相手に超特大ダメージを与える。うわー、すげえ。パッシブやべえな。70% アップ。素晴らしい。なんといってもデザインがかっこいいね。ちょっと見てみようかな。うわー、ついに、ありがとうございます。ていうかもう動画終わっちゃった、これで。あ、そうだ、最後にさ、俺がこのベジータ、倒したデッキを紹介しようかな。ダーブラをリーダーにして 40% 青のさ、攻撃力を 40% アップ C の、このね、アタック 40% アップ C の悟空とご飯で技を打ちまくるっていう戦法。で、その前にこのディフェンス下げるトランクスでディフェンスを下げ、このトランクスは二次変換、変換できるからさ、青に変換できるから、もうこれ使えたね。このトランクスが俺一番感謝してる。すげえ活躍してくれたから、このトランクスのおかげで勝てたみたいな。あ、でもね、正直フレンドのゴジータ、このメンバー4でゴジータが6だよね。まあゴジータ7かな、ゴジータ7のこのメンバー3みたいなほぼね、ゴジータのおかげ、みんなのありがとうね。いつもね、使わせてもらってるよ、ゴジータ。でもたまにはブロリーもね、使いたいな。みんなブロリー俺持ってないからさ、ぜひ使わせて。弱いね、強い関係なしにブロリー毎回連れて行きたいんだよね俺ブロリー持ってないんだもん、マジで。みんなありがとう、いつもね使わせてもらってるよ。で、このウィスは気絶と回復要因で入れてる。まあ一番はね、この悟空と、いや強いんだよね、この悟空、やっぱね、かっこいいし、これ一番最初のドカバトのガチャの動画でゲットした悟空だから、結構思い出もあるし、思い入れもねすごいあるし、 80% アップ、技がすげえ強い、本当に。このまだね、技レベルマックスじゃないんだけど、あとこのご飯、まあこいつらがいれば、これで、あれだよな、強い、俺はキャラに恵まれてたから結構簡単に倒せたけどさ、強いキャラいない人かなり辛いよね、今回のベジータ。これはもうね、勝てるのはキャラに恵まれてるかどうかだよね。どんなにさ、頑張ってもキャラが弱いと勝てないから。あとガチャはね、ベジータと18号が欲しくて、やったんだけど、いつもさ、動画撮ってて出ないから、動画撮らないとこでかなり回したんだけど、出ないね。うん、SSR すら来ねえ。悲しくなってくるぜ、これ。SSR すら出ないからね。まあでもね、良かったんじゃないかなと。うん、ここで使わずに、まあベジータも欲しかったけど、18号もね。やっぱブロリーだからさ、俺の目標、最終目標はブロリーだから、ブロリーをゲットしてからの他のやつに行こうと思う。うん。だからね、うん、使わずに良かったわ。じゃあみんなもさ、ベジータ、頑張って覚醒させようぜ。これかっこいいから。かっこいいし、強いし、もう言うことないぜ。やべえ、すべてを打ち砕く力、イケメンスーパーサイジ3ベジータベータ MG ハゲ王子。うわ、かっけえ。これもう一体欲しいな、どうしよう。
あと技レベもマックスにしないとな。まだ1だからさ。うん、頑張って老化用心ゲットしてね、やっていこう。12、よっしゃー。じゃあ最後はもうセリパじゃなくて、今日はさ、まあセリパじゃ、いつもセリパだけど、セリパじゃなくベジータバイバイでいったるか。いやーかっけー、これブロリーにねつなげたね。絶対に次回こそこのイケメンベジータ、スリーベジータ様がブロリーを呼んでくれるはず。いやブロリー欲しいな。ゴジータも欲しいね。ゴジータも欲しいんだけど、やっぱブロリーだよね。ブロリーが最初。かっこいいな、ブローリーの筋肉、永遠の憧れ、あざっす。